こんにちは、アイザワエミリーです。今日はじゃん、ウーバーイーツ頼みました。妹ちゃんがお家に来てるので昔のことから語りながら食べていきたいなと思います。ゆるくね、ね、ゆるくね。とりあえずお腹がペコペコなので早速食べていきます。ウーバーイーツね、妹が頼んでくれた。ピザ頼んだことなかったよね。人生で初めてピザ頼んだんです。家でもさ、ピザ頼んだことない、ね、頼んだことない。あ、すごい、かわいい。じゃーん。あとは、あとはチキンナゲットとサラダとスープです。そして私たちはすごく食べるので足りなそうなのでお寿司を頼みました。とりあえず食べましょう。でもなんかもっと大きいの想像してた。一人でいけるわ。うーん、幸せペロリよね、これ、うちら二人。美味しくない？こんな美味しいの人生で知らないで生きてきたなんて。ひたすら美味しいって終わりそう。もう無理かも。終了。はあ、美味しい。何を話そうかなと考えて、せっかく妹ちゃんがいるから知らないことないよね、うん、でも、うん、私のことは意外と知らなくない、うん、言わないから話さない彼氏できたんだって新宿の真ん中で言ったら絶叫してたよね、うん、新宿の真ん中で何言わないの言ってくれないの妹は。私は結構聞いて聞いてだから多分いいコンビ。恋愛のこととかあんまり喋ったことないから恋愛のこととかどうかなって妹に言ったらてんてんてん、需要なくない人がさ、聞いて面白いようなさ、ないよね。ない、うん、なんでないかって言ったら理由があるんですよ。私はめちゃめちゃ一途なんです。そう意外と波乱万丈がなくて、友達とかにお姉ちゃんってどんな人なのって聞かれたら一途って言ってるキャバ嬢だからお金持ってる人と付き合ってるとか、どっか行くにもパパがいるんだろうとか、旅行行くたんびにたまにコメント来るんですけど、正反対の位置にいる気がします。私結構、うん、どこのなんか女子よりもピュアな気がする。モテないよね、うん、モテない全く。ないよね、まあ、好き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 って言ってるイメージ。捨てられるまで切ってます。捨てられても好きそうじゃない。捨てられても泣きながらさ、うわーっておかげさまでなんで東京に来たかっていうところから話そうかなと思って、前回キャバクラやって1年振り返って、まあ、なんでキャバ嬢やったとかそういうことを話したんですけど、そもそもなんで東京に来たかっていうところって、なんと家出みたいな、突然亡くなって、なんか家に帰ったら机の上に手紙が置いてあってなんて書いてあったか忘れたけど、別に何が嫌で飛び出たとかではなくて、東京に行きたかったんですよ。キャバクラやるっていうとすごい苦労してとか、お金がどうしても必要でとかっていうイメージあるかもしれないんですけど、私結構本当に一切なくて、まあ横浜にいても何不自由なかったんですけど、とりあえず東京に行ってみたくて、でも別に当てもないし就職決まってたわけでもないんで、とりあえずバッグ1個持って東京聞いてみたんですよ。バッグがしかもお父さんのバッグ、お父さんの愛用してるビトンのバッグ。東京行ってからは何してたとか全然知らない。今日全く連絡取らなかったです、誰とも。何してたかっていうと、彼氏ができて六本木に住んで一番適当にキャバ嬢やってた時代の私です。その時は妹とも連絡取ってないです。18から20歳の間は別に仲悪いとかじゃなくて、うん、なんか死んだと思った、あんまり興味もなかった誰からも連絡取んなかった18歳の時に六本木のキャバクラで働いてよかったなって思うことが一つあって、その時に出会った人が私ずっと好きなんです。今でもね。そう超絶一途です。うん、おいしい。どこまで話したっけ、忘れた。歌舞伎町って全く未知の誰も知らないところに一人で踏み込んだので、もうそこからは歌舞伎町で自分で出会った人たちだけとひたすら前を向いて頑張ったみたいな、そんな3年間かな。23ぐらいまでは砂漠屋が不便だ、1番でいなきゃダメ、2番なんてありえないみたいな。キャバクラの世界しか知らなくて、あ、見た、じゃん、見て、美味しそう、ちっちゃ。23歳前キャバクラ嬢をやっていて、自分の中でもまあ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 ぐらいな感じで売れていたんですよ。その時にその当時あった雑誌とかからいろいろ出てくださいって言われて、でもやっぱ自分はキャバ嬢だし可愛くもないしっていうところはやっぱ分かってて、自分の中で
モデルは可愛い子がやればいいと思ってたんで、いろんな理由で断ってたんですけど、もったいないから出ないよってすごい言ってくれた人がいて、当時小悪魔揚げ派が23歳の誕生日イベントを特集で載せてくれるっていうことだったので出させてもらいました。小悪魔揚げ派ってキャバ嬢のイメージがあったけど、実際キャバ嬢本当に頑張ってる人って出てなかったんですよ。キャバクラ風の格好をした女の子たちが出てる雑誌って、そこに載るっていうことが自分がいる街からしたら、あ、出ちゃったのみたいな、それが恥ずかしくて誰にも言ってなくて、発売されたら見たよみたいな、ちょっとなんかバカにされるじゃないけど、でもやっぱ出たことによっていろんな人が見てくれて、歌舞伎町でどんだけ売れてても全国の人がその私を知ってくれるかって言ったら知ってくれてなかったので、出たことによって日本中の、まあ、もちろんキャバ嬢じゃない方までちょっと知ってくれるようになって嬉しかったんですよ、ぶっちゃけ。けどやっぱキャバクラ行ったら小悪魔揚げ派出ちゃったんだみたいなやっぱ扱いだったので、ちょっと複雑みたいな。でもやっぱ嬉しかったから、人にどう思われようが出ようと思って、次の月も出てくださいって言われたんですけど、すごいちっちゃかったんですよ出てやるかぐらいな感じで行ったんですけどバスイベントっていう特集で出させてもらっただけだから、雑誌としてもそんな毎月出すっていうあれもなくて、でちょっと悔しかったんですよ。そこからです雑誌もキャバクラも両方頑張ろうって決めたのは。1年頑張った時に専属モデルになれたんですよ。昼は雑誌の撮影行って、夜はキャバクラ行ってっていうの、すごい疲れて雑誌辞めたいなみたいな、いろいろ悩んだ時に、ここポイント大変で辞めたら普通じゃん、大変な時こそ頑張ったら人と差がつくんじゃないみたいな。で、小悪魔揚げ派も頑張り、キャバクラも頑張りな生活、自分が社長っていう立場になって会社を作って誰か一緒に働くってなった時に、妹が会社に入ってくるんです。で、またいろいろ話すようになったというそんな妹ちゃんですこれ食べていい、大変なことがあった妹に聞いてもらうみたいな感じで乗り越えてたんですけど、妹がいなくなるんですよ突然イタリアに行くと言われ、逆に今思えばそれが良かったなって、全部頼っちゃってあの言葉が好きで、人間万事塞翁ガウマっていうちょっと長い文章なんですけど、さまざまな解釈がありますが、簡潔に要約するなら幸や幸福は予想ができないものだとなります。まあ、単純なんですけど、まあ、長い人生で考えるとこれがあったから不幸って思うがちなんですけど、長い目で見るとそれがあったためにその次のことがあって、結果良かったよねっていうことって多分いっぱいあると思うんですよ。妹がイタリアに行っちゃった時って、その当時はめちゃめちゃショックで、私これからどうやって生きていけばいいんだろうっていうぐらいショックだったんですけども、けど後々考えたらそれがあったおかげで、一番コミュニケーションを取らなきゃいけなかった会社のスタッフと話を慣れて結果良かったんですよ。だから一概にその瞬間瞬間でその物事を決めちゃいけないよねっていう、簡単に言うと。ただそれが嫌なことがあって、嫌だな嫌だなと思うだけだったらその先も嫌だったってなっちゃうかもしれないけど、起きたことをどうプラスに変えようっていう、プラスにすれば、まあ、結果良かったじゃんっていう、そういう感じなんですよ人生は。ふむふむ、バッグ1個家から飛び出ていろいろありましたけど、頑張ってきてよかったなっていう感じです。今日のまとめは、人間万事塞翁ガウマ、あと全くモテないっていう、 YouTube を通してちょっとずつこうやって自分のことも話しながらできたらいいなって。じゃあそろそろ、はい、最後まで見てくれてありがとうございます。 Uber Eats を食べながらひたすら自分の人生を語ってみました。人生何があるかわからないんですけど、前を向いて頑張りましょうじゃあね、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ウーバーイーツいいわ、最高だわ、ピザちょっとハマったのでやります。じゃあねー。